チャッピーくんお誕生日おめでとうのご飯は和風ロコモコにします。ご飯はじゃことかつお節とひじきを入れたもの、人間の余りのご飯が、白米と玄米のご飯なので、それをごま油でちょっと入れて炒めます。その上に大葉を敷いて、違った、ハンバーグは鶏のひき肉に、つなぎはお豆腐をぐちゃぐちゃにしたもの、それからすりごまを入れたハンバーグを作って、その上に大葉を乗せて大根おろしをトッピングして出来上がりです。すりごまは酸化しやすいので、普通のごまをその都度すった方がいいらしいですよ。それでは作ります。パパが自分のご飯だと思って待っていますが、残念ながら人間のご飯は普通のご飯。これにちょっとお塩を足せば本当に人間も食べれちゃいそうなご飯です。ぎゅうぎゅうしてきたところで蓋を閉めて、ちょっとだけ時間短縮の蒸し焼きにします。仕上げはレンジでチンをして余分な油を落として、ハンバーグは完成です。大葉と大根おろしを盛り付けて、マロピーズご飯和風ロコモコの完成です。はい、並んでください。準備しよう。お誕生日おめでとう。はいはいはい、お誕生日なんだからさ、綺麗に食べようよ。しかもハンバーグ食べれましたよ。なんだか最後は人のご飯を、こりゃ大変だ。チャップくん、ハッピーバースデー、10歳。あぎ。しかもちゃんとハンバーグは食べれました。白いご飯が食べれてないかもしれないから、残りのご飯をあげようと思います。ご飯は戦場だね。